速射連射走射降射ランシャー。速射連射走射降射ランシャー。弾ある限り撃ちまくる。それが我ら、全日本マシンガンラバーズの生き様よ。キャッパー。いや、これ気持ちいいな。マリサも良さが分かったみたいだね。なんかハマっちゃいそうだぜ。それにしてもガンゲールオンラインはコミカル要素もあって面白いな。ソードアートオンラインとは違った世界観で、シリアスなストーリー的要素がなく、GGO のメインコンテンツガンサバイバルが中心に描かれてて、ガンマニアで昨日の旅の原作者、渋沢圭一先生がスピンオフとして出した作品だけあって重火器に対するこだわりもかなり盛り込まれてたし、ほんとコミカルな要素も入れながら、作画やキャラデザも良くて面白く見やすい作品だったね。若干リアリティに欠けるところもあったけどな。まあゲームの世界だしね。霊夢が武器の説明するっていうから見返しちゃったぜ。そうだったんだね。渋沢先生のペンネームは留学してた時に持ってた渋沢ウェル P226 から来たみたいだぜ。そうなんだ。確かに渋沢はアート発音するしこだわりを感じるね。ちなみに圭一はああ女神様から来たみたいだよ。そうだったんだな。確かに主人公は圭一だったな。エルメスの参考にしていた作品だったみたいだよ。へえ、そうだったんだな。重火器類の監修をしたソードアートオンラインファントムバレット編でもいろんな武器が使われてたけど、このガンゲールオンラインでもまた変わったタイプの武器が多く使われててあまり被ってない雰囲気。こちらも現行で有名なものから珍しいものまでいろいろと使われてる感じだよ。レンの P ちゃんが印象的だったけど、登場人物も多くて個性豊かな武器を使ってたっぽいな。それじゃ今回はソードアートオンラインオルタナティブガンゲールオンラインで使われた武器を紹介するよ。ほんと長ったらしいな。まあスピンオフ作品だしね。よろしく頼むぜ。チーム戦で行われる戦いスクワットジャムが舞台となるこの作品はいろんなチームが参加して激しい戦いを繰り広げる。統制の取れたチーム、ロマンに走るチーム、本職の凄腕チームなど特徴も様々、使われる獲物も様々って感じだったね。ピンクの悪魔もいたしな。そうだったね。それぞれ特徴がある武器を使ってるのが印象的。まずは巨漢で凄腕、高い戦略眼を持つけど人の下僕でド M でヘタレの M の武器。ひどい言われようだな。まず最初は初回から使ってた M14EBR。アメリカ軍がいくつかのメーカーに改修と近代化を依頼した強化型バトルライフル。木製フレームを特殊強化プラスチックや警棒筋に変更されてるのが特徴的。伸縮式の銃傷が採用され、カテニーレールによるモジュラーシステムの採用などかなり色々といじられてるみたいだよ。カスタムされて近代的に蘇った感じだな。次はレンと初めて会った時に紹介した H&KHK45。ドイツヘッケラー&コッホ社製の自動拳銃、アメリカ軍の M9 の後継拳銃トライアル出品用に開発され、P30 をベースに 45ACP 弾使用、元デルタフォース隊員やタクティカルトレーナーをコンサルタントに招いて、以前装甲無正式拳銃として開発されたマーク23の欠点を改良したとも言えるモデル。ただ計画自体が2006年に無期限延期という形で白紙化されちゃったみたい。このモデルは米国市場向けに販売され、翌年にコンパクトモデルも開発され少数だけどシールズの隊員などに使用されてるみたいだよ。計画が白紙になったらどうしようもないぜ。次はボートの敵に狙われた時に使った8枚合わせの強化装甲。オリジナルのもので名称不明、チキンな俺用のチキンすぎる防具と説明したもので、7.62mm クラスまでは目の前で撃たれても弾くほど、リアルにはない宇宙戦艦の装甲で、GGO 最強の材質らしいよ。チート性能だけど絶対死ねないミッションだしな。最後は第2回でキトと共用で使った M107A1。アメリカバレット社製の大口径のセミオートライフルでバレット M82 の派生型。発売当初は一般向けの長距離射撃競技に特化した製品で、比較的高価だったけど大口径ながら低反動で売れ行きが良かったみたい。当初その口径から対戦車ライフルと勘違いされたけど、現代レベルの戦車装甲は貫くことはできず、敵陣や建物、多目的車などを対象とした対物ライフル、その性能からスウェーデンやフランス軍に採用され、湾岸戦争ではアメリカ軍も正式採用して現在でも多くの国で使われるモデル。分解して持ち運べ15秒で組み立てられるよう設計されてて、湾岸戦争では2キロ先の人物にも狙撃できたほど長射程。M107A1 は全体的に軽量化され、マズルブレーキを QDL 型サプレッサー対応の円筒形状に変更したモデルだよ。なんか凄そうな性能だぜ。次はロマンの塊全日本マシンガンラバーズの使ってた銃。お前好きだよな。ロマンだよロマン。まずは M240B。
アメリカ FN ハースタル社製の中量級の汎用機関銃、FNMAG をアメリカ軍向けに改修設計したもので、アメリカ軍で採用され高い信頼性や中量級としては非常に軽く、歩兵や戦車、車両ヘリ戦艇への搭載用まで幅広く運用されてるみたい。M240B は1991年から M60 の置き換えとしてアメリカ陸軍に採用されたモデルで240グラボーとも呼ばれてて、油圧式反動吸収爆破と全部加熱ガードを装備してるけど、若干重いので入れ替えも考えられてるみたいだよ。重さは重要だよな。次は IMI ネゲブ。イスラエル IMI 社製の軽機関銃、もともと FN ミニミア MAG 機関銃のライセンス生産をやってて、外貨獲得用に開発されたモデルで多くの部分でコピーが行われてるけど発展させてオリジナル要素があるのも特徴。左斜め上からベルトリンク球弾ができ、機関部の真下からマガジン挿入も可能。ベルトリンク球弾の際は200発前後の弾薬を保持できる専用アサルトポーチも開発されてて連射性能も高く、フルオート時の発射速度は3つのモードがあるのも特徴。さらにセレクティブファイア機能によるセミオート射撃が可能だよ。連射速度の切り替えとか便利そうだな。次は FNMAG。ベルギー FN ハースタル社製の汎用機関銃、1958年から製造が開始されて以来幅広い国々に採用されてるモデル。すべての状況下において非常に信頼できる機関銃で、動作不良率が非常に低くそれ以上に弾詰まりしにくいのが特徴。重心交換が非常に素早くできて、重心交換なしでも重心が白くなるほど加熱したけど数千発撃ち続けたほど、高い信頼性の優秀な機関銃として多用されるけど同世代の機関銃より重いのが欠点だよ。やっぱ重さは重要だよな。次は FN ミニミ。ベルギー FN ハースタル社製の軽機関銃、弾体を使用して最大200発まで装弾可能で高い連射性能を持ち、幅広い国の軍などで採用されてて日本の自衛隊でも住友重機械工業がライセンス生産を行い使われてるモデル。未装弾時でも7キロほどあり弾体をつけると10キロを超すので2脚で地面に固定しながら使用することが多いみたいだよ。機関銃は弾体とかつけるから重くなりがちだよな。最後は M60A3。アメリカ作戦ディフェンス社などが製造する汎用機関銃。1950年代からアメリカ軍に正式採用されベトナム戦争などでも使われたマシンガン。高い連射性能や様々な弾薬が使える使い勝手の良さはあったけど、弾詰まりの問題など不具合が結構あった感じ。現在は徐々に後継機に変わってるみたいだけど現役でも使われてる汎用性の高い機関銃だよ。マシンガンも色々あって一長一短って感じだな。だからロマンがあるんだよ。次は覆面をしたスゴーデ自衛隊チームの武器。まずは FNFALパラ。ベルギー FN ハースタル社製のアサルトライフル。第二次世界大戦後にフルオート機能を搭載した小銃開発が行われ、当初は単焦弾の使用を前提に設計が進められてたけど、7.62-51mm ナトー弾が採用されバトルライフルの性質が強いみたい。ただ威力と射程距離は向上したけど、反動が増大してフルオート射撃時の命中精度は低下しちゃったみたい。それでもセミオートの命中精度は高く、フルオート機能を外したりしていろんな国で採用されてるみたい。FAL パラはパラトルーパーと呼ばれる金属製折りたたみ式重装装備型で、リコイルスプリングの配置が変更され、短い複合スプリングがレシーバーカバー内部に収納されてるタイプだよ。フルオートとセミオートで結構変わるもんなんだな。そして M24SWS。アメリカレミントンアームズ社製のボルトアクション式ライフル、アメリカ陸軍に正式採用されてて世界中で幅広く使われてるモデル。狙撃銃と光学照準器などのオプションで構成される狙撃システムで、付属装備品を含めての提供でスナイパーウェポンシステムとも呼ばれてるよ。採用される国により若干の仕様変更がされてるけど連射性能がない分若干の使いにくさもあるみたい。日本の陸上自衛隊でも狙撃専用銃器の対人狙撃銃として導入されてるみたいだよ。セット販売みたいな感じだな。次はセクシーで口が悪く絵に描いた厳しい上官のような NPC 上官のコルトガバメント。アメリカコルトファイアーアームズ社製の自動拳銃。1911年にアメリカ軍に採用されたため M1911 と名付けられた銃。現代の銃火器の基本形を作ったとも言える銃器設計家ジョン・ブローニングの最高傑作の一つで現代の拳銃の原型とも言える銃。1985年までアメリカ軍に採用され100年以上経った今でも幅広く使われる銃。45口径で結構威力が強く多くのクローンモデルが作られるほど、いろんな作品で多く目にするモデルだよ。ほんといろんな作品で定番的に使われる銃だよな。次はサディスティックで狂気的な技術と不意の武器。まずはレントで会った時から持ってた AK-74。旧ソ連製のアサルトライフルで高い連射性能と折りたたみができ運びやすさが特徴。
ベトナムやアフガンでよく使われてた銃。さらに弾頭内部に空洞を作った特殊設計でターゲットに当たった後も回転を続けて細胞を破壊して、筋肉血管を含む周辺組織に広い範囲で損傷を与えるため治療が難しく、その殺傷性の高さからとても恐れられた銃だよ。この銃もよく使われるものの一つだな。次は本気モードの時に超拳銃で現れたスプリングフィールド XDM。 クロアチアで設計製造がされて、アメリカスプリングフィールドアーモリー社が販売している半自動拳銃。クロアチアの軍や警察で正式採用されていた HS2000 を、スプリングフィールドアーモリー社がアメリカでのブランディングと販売を受託し、XD という名が付けられ45口径モデルの登場で人気が定着、それに大幅な改良がされたのが XDM。デザインから大きく一新されグリップをより握りやすく手のサイズに合わせたグリップに改良され、マガジンの装弾数が増量され利便性が増した設計になってるみたいだよ。相談数は重要だしな。次も本気モードで登場したレミントン M870MCS。 アメリカレミントンアームズ社製のショットガン、ポンプアクション式ショットガンの定番と言われてて、安定した性能と信頼性の高さで狩猟用や警察用など幅広く使われてるモデル。 MCS は米軍の要求のもと開発されたモデルで、レシーバートップに仕掛けにレールを搭載し、グリップはピストルグリップまたはショルダーストップと一体型。ショルダーストックのバリエーションや、重心サイズも交換可能なモジュラーシステムになってて、使用形状がカスタマイズ可能で、陸上自衛隊の特殊作戦群でも採用されてるみたいだよ。自由度が高そうな感じだぜ。最後も本気モードで登場して装備した KCIKTR-03S。アメリカクレブスカスタム社が AK-47 をベースにモダンカスタムした自動小銃。自社製のカスタムパーツなどを組み込んで改良され、パーツごとに別の銃タイプのものが使われてるのが特徴。彼女が使ったのは上部の仕掛けにレールが外され、ドラムマガジンが装着されてたね。ほんと AK シリーズはいろいろと使われてるな。世界で最も多く使われた軍用銃だしね。次は第1回に登場したメメントモリのサブリーダージェイクの HK-HK21。 ドイツヘッケラー国庫社製のベルト球弾式汎用機関銃、自動小銃の G3 が元に開発されたモデル。21位は様々な修正が加えられ近代化された輸出用モデルで、一部部品の再設計や欠点などの調整が行われ、3点バースト機能が加えられ、照準器が大型のダイヤルで調整可能になり、高さ調整可能な二脚に変更。球弾機構を変更して駆動時の負荷が軽減され、NATO 標準の光学照準器マウントが装備されたみたいだよ。ほんといろいろあるんだぜ。次はメメントモリのリーダーデビッドの武器。まずは改装の時に出てきた M16A1。 アメリカアーマーライト社やコルトファイアーアームズ社など数社が製造するアサルトライフル。ブラックライフルの異名を持ちアメリカ軍に採用され、ベトナム戦争では主力ライフルとして使用され、湾岸戦争やイラク戦争でも使われたモデル。連射性能や命中精度の高さで重宝され、一般向けは AR-15 と呼ばれ、多くの派生ができ広く使われるタイプ。 A1 は引っかかりや水の侵入しやすかったフラッシュサプレッサーを修正されたけど、採用された弾薬の燃えかすが残りやすく動作不良につながりやすく、クリーニングキットの不足や有効なメンテナンス方法が指導されてなかったこともあり、不良が不良を呼ぶこともあったみたいだよ。手入れの方法は重要だな。次は第2回の登場時に装備してたステア STM-556。 オーストリアシュタイヤーマンリヒャー社製のアサルトライフル。同社の AR-15 クローン STM-556 をベースに改良され、ステア AUG の高度な機能を統合したのが特徴。見た目は AR-15 タイプで、半透明のワッフルマガジンが採用され、残弾がわかりやすく、 AR-15 タイプとも相互性がある仕組み。折りたたみ式ストックにレール付きの上部レシーバーとハンドガード、さらに量的機にアレンジされてて、クイックでタッチシステムが備えられ、部品の取り外しや交換が簡単に行え、緊急操作機能付きの特別なブリーチシステムで、厳しい高温や低温環境など極端な条件でも常に確実に機能することができるみたいだよ。これも AR-15 の派生みたいなもんだな。最後はクトに襲われた時使ったステア M9A1。 オーストリアシュタイヤーマンリヒャー社製の自動拳銃、グロック17の成功に刺激され開発された銃。グリップフレームは軽量の強化プラスチックで作られ、スライドはスチール製、バレル撃発メカニズムが組み込まれてて、装填数を上げるためダブルカラムマガジンが採用されてるのが特徴。 M9A1 は独自形状のアンダーレールを仕掛けにレールに改めた現行モデルだよ。グロック17の影響力もすごいな。
次は中身は可愛い女子高生チーム新規たちの銃。まずはボスと呼ばれるエヴァの VSS。旧ソ連製の狙撃銃、東西冷戦の真っ只中で特殊部隊やゲリラ作戦用に消音効果が高い銃の開発が求められ作られた銃。ボルト本体の仕組みや構造は AK-74 と共通点が多く、構造を受け継いでる感じ。全長のほとんどは大型のサプレッサーと木製ストックで構成され、ハンドガードやマガジンはプラスチック製にして軽量化してて、特殊な専用弾頭が使われ初速が音速を超えないため衝撃波が発生せず、ソニックブームによる断続的な音波がなく、この弾薬とサプレッサーを組み合わせることによって驚異的な消音効果が発揮されるみたい。射程は短めで中距離から短距離の狙撃や近距離戦を意識した構造でフルオート射撃も可能らしいよ。徹底的に消音にこだわった銃だぜ。次はハリウッド女優みたいなアバターアンナのドラグノフ。旧ソ連製のセミオート狙撃銃、もともとは選抜射手専用ライフルとして開発されたみたい。セミオート狙撃銃としては比較的細身で、軽量化と持ち運びを考えて銃床の中心部に大きな穴が開いてるのが特徴。長期的な酷使を考え AK-47 を参考にされたため部品が少なく頑丈で信頼性も高いよ。ただ肉薄の重心と銃の長さが発砲時の振動を低減しにくく銃口のズレが増幅されるため、遠距離射撃が困難と言われてるよ。相変わらず名前がかっこいいぜ。次はソフィーから受け取り彼女を台座にしてトーマが使ったデグチャレフ PTRD-1941。旧ソ連製のボルトアクション式単発の対戦車ライフル、1930年代から対戦車兵器として開発が始められ、一時は有用性に疑問が持たれながらもポーランド軍が使用した対戦車ライフルの威力や、第二次世界大戦の始まりで需要が高まり配備された銃、当初は戦車の強化ガラスや装甲を貫通できたけど、対策がされると威力不足で対戦車ライフルとしては通用しなくなり対物ライフル的な立ち位置に、そういった背景や半自動式のシモノフ PTRS-1941 の生産体制が整ったことで生産が縮小して中止になったモデル。ただシンプルな構造で生産性や信頼性が高く、手動でも速射性はそれなりに高く朝鮮戦争やベトナム戦争でも使用されたみたいだよ。構造が単純な方が使いやすかったりするしな。次はドワーフみたいなアバターソフィーが使ったストライクワン。イタリアアーセナルファイアアームズ社製の自動拳銃。精巧なミニチュアガンの製造で知られるロシアのディミトリー・ストラシンスキーがパートナーとして関わり、2012年にストリージという名称でロシア軍のトライアルにパスしたことが話題となり、実用銃器においても優れた設計が可能であることを明らかになったけど、その後ロシアがその話を白紙に戻しちゃったみたい。この話からロシア製拳銃と考えられてたけど、イタリアで製造される銃だよ。計画が中止になるとどうしようもならないぜ。次は赤色単発のキモッサマカーちゃんみたいなアバターローザの PKM。旧ソ連製の汎用機関銃、AK-47 で有名なミハイル・カラシニコフが設計した戦後第一世代の汎用機関銃。内部構造は基本的に、カラシニコフが設計した AK-47 やその後継小銃と同様の機構で設計され、大きく違うのは、ガスチューブが重心の上じゃなく下に配置されてることや、ボルトが交代した位置から射撃が行われるオープンボルト方式になってるみたい。ベルト球弾式で装弾数の多さや連射性能の高さがあり、PKM は簡略化のために重心の溝を廃止した重心を使用し、生産効率向上と軽量化のため一部部品の製造方法を削り出しからプレス加工に変えるなどの変更がされたモデルだよ。東のブローニングに西のカラシニコフって感じだな。最後はボクッコターニャの PP19 ビゾン。ロシアイズマッシュ社製のサブマシンガン、カラシニコフやドラグノフの息子たちによって開発され、AK-47 以来の信頼性の高い機関部にスパイラルマガジンと呼ばれる大容量の円筒形弾倉が、重心と平行に装着していることが特徴。セミフルオートの切り返し式で64発の大容量で連射性能も高いけど、射撃を続けるうちに重心位置が変化してしまうという欠点もあるみたいだよ。弾薬も結構な重さがあるしな。次は自称バイセクシャルで瀂々とした男性のようなアバタークラレンスの武器。まずは連たちに追い詰められた時に持ってる雰囲気だった AR-57。アメリカラインラントアームズ社により設計され、エアロプレシジョン社によって製造されてる AR-15 の改造キット。AR-15FNP90 の 5.7×28mm 弾が使えるようにしたモデルで、カービンもしくは PDW に分類されるみたい。マガジンは重心の上部に装着されるようになり、下のマガジン部分は空薬莢受けになり AR-57 とも呼ばれるよ。改造で使用する弾まで変えるのはすごいぜ。そして不意打ちに使おうとした FN-57。ベルギー FN ハースタル社製の自動拳銃、FNP90 の補助武器として開発され同じ弾 5.7×28mm 弾を使用するのが特徴。高い初速で発射されるので貫通力が高く、100メートルほどの距離があってもボディーアーマーを貫通するほどの威力。
スライドやフレームはプラスチックに覆われてるので連射しても表面温度はそれほど上昇せず、標準マガジンで20発、ロングマガジンで30発装填可能なのも特徴だよ。P90 が出てくる作品には大体出てくるな。次はリアルでガイドと漁師をしてる本職シャーリーの R93 タクティカル2。スイスの支部車にドイツのブレイザーやアクトバックフェン車が参加に入ったのがきっかけで開発されたボルトアクション式ライフル。ボルトハンドルを手前に引くだけで次の弾が装填されるためセミオート寄りの連射性能があり、スコープから目を離す必要もないので命中精度も高いのが特徴。様々な改良が行われ作られたタクティカルは開発後テストとして1年半チーム競技で使われたけど、各種大会で上位を独占するなど高い性能を持った狙撃銃だよ。すごそうな性能だぜ。次は第2回の連の相棒深次郎の武器。まずは一目惚れして二丁持ちで、右と左こと愛用した MGL140。南アフリカアーム放射性の連射可能なグレネードランチャー。6発装填可能な回転式弾倉を持ち、引き金を引くたびにグレネードが発射される仕様。40×46mm グレネード弾を使用するため殺傷力を持ち、それ以外にも様々な弾が使えるのが特徴。MGL140 はアメリカ軍に正式採用されるモデルで、弾倉の長さが若干延長され、M4 カービンのストックに似たスライド式のストックや仕掛けにレールを装備してるのが特徴だよ。彼女は初期装備のダットサイトを除去してたな。感覚で撃つタイプっぽいしね。次は至近距離でうずくまってる敵に撃ったのに全く当たらなかったスミス&ウェッソン M&P9。アメリカスミス&ウェッソン社製の自動拳銃、ポリマーフレーム拳銃で放出口機関での採用を目指して開発された銃。過去のポリマーフレーム拳銃のノウハウをもとにトリガーの改善や、人間工学に合わせたグリップデザインも取り入れて新たに設計され、アメリカをはじめ数カ国の警察で採用されてるモデルだよ。至近距離で全く当たらないのもすごいぜ。最後は全く当たらなかった後に落ちてた武器を拾いタコ殴りにしたシグ SG510。スイス支部社製のアサルトライフル、スイス軍により第二次世界大戦後にアサルトライフルの開発が行われ、1957年から正式採用されたモデル、重量があり複雑で高価だったけど射撃精度が非常に高く、バースト射撃時の制御も容易だったため幅広く使われたタイプ、二脚が装備され専用銃剣があり、セレクティブファイア機能を搭載し、セミフルオート射撃の切り替えが可能で、SG550 が出るまで使われたよ。まあ彼女は射撃用には使用しなかったけどな。最後はピンクの悪魔とも恐れられた主人公レンの武器。まずは二丁拳銃で使用してた VZ61。チェコスロバキア国営会社製サブマシンガン、別名スコーピオンと呼ばれ、1961年に採用されたため61が付けられ、操縦士や通信兵など装備がしづらい兵士の自衛や護身用に開発されたため小型なのが特徴。サブマシンガンとしては最小クラスで大型拳銃と同じくらいのサイズで携帯性が高く、セレクターを刻印に合わせることでセミフルオートの切り替えができ連射性能も高い銃だよ。彼女はストックを外してこれもピンクに塗装してたな。彼女のシンボルカラーみたいなものだからね。最後は彼女の相棒ピンクの P ちゃんこと FNP90。ベルギー FN ハースタル社製の PDW と呼ばれる短機関銃とアサルトライフルの中間くらいの銃。変わった形をしてるけど人間工学に基づいた設計で、携帯性や扱いやすさが考慮された形。当初は後方部隊や装備しづらい環境の兵士の自衛用に開発されたけど、近接戦や建物など閉鎖空間での使用に適していたため特殊部隊用に使われるようになってて、専用の特殊弾頭が使われた高い貫通力を持ってて、50発装填可能な特殊マガジンが使われてるけど、慣れるまで交換が大変っぽくてそのあたりが不良みたいだよ。突然話し出すところもあったけど、連といえばこの銃って感じだったな。ふう、チーム戦だけあってほんといろんな武器が使われてたね。ほんとかなりの量だな。これだけ多くてもファントムバレット編とほぼ被ってなくて、キャラ同士も被りが少ないのがまたすごかったよ。他作品ともあまり被らない感じもあったな。珍しいものや派生のものが結構多かった印象だね。改造されたカスタムモデルなんかもあったしな。このあたりはほんとガンマニアの渋沢先生らしい感じがしたね。そういえばレンはナイフも使ってなかったか？使ってたね。つや消しブラックのコンバットナイフでナーちゃんって名付けて愛用してたみたいだけど、ボリュームが多くなっちゃったし詳細がなんともだったから省いちゃったよ。まあそういうこともあるな。ほんと重火器の世界は奥が深いね。まったくだぜ。このチャンネルはオタクじゃないけどアニメ大好きなウプ主が長年見続けた新旧いろんなアニメを紹介する予定で、主に単品作品を紹介形式で解説する予定だからよかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいぜ。コメントや高評価をもらえても嬉しいよ。それじゃ、ご視聴ありがとうございましただぜ。